第2回高校生アントレプレーナーズキャンプ多摩ということで、企業体感する脅威の3日間を実施しました。受講生はですね、高校1年生から2年生の13名が集まりまして、テーマは、日常生活の課題から革新的なサービスを企画しようということで、Day 1はですね、まず皆さん初めましてが多かったので、アイスブレイクを実施しました。名前シートですね、書かれている名前を、全員覚えると。で、1日目の午後はですね、実際に参加者の方々が課題発見をもとに、写真を5枚持ってきまして、その写真から日常生活の課題を発見するというような、内容の、プログラムを実施しました。誰だ？それがすごい大事なんですよ。なぜか革新的、誰も見たことないサービスって人に伝えるときにめちゃくちゃ難しいんですよ。2日目はですね、実際にその解決策の検討というところと絞り込みっていうところが大きなところでして、実際にプロトタイピングを作ったりだとか発表スライドっていうのを、実際に作業してもらうようなプログラムを実施しまして、今日最後最終日として、皆さん4チームですね、各チーム発表をして各賞が決まったっていうような、3日間のプログラムになってます。皆さんかなり濃密な時間を過ごせたのかなというふうに思ってます。日本の経済や社会のイノベーションを加速するためには、イノベーションに挑戦する起業家がまだまだ足りていないと思います。この高校生アントレプレナーズキャンプ多摩は、そうしたイノベーションに挑戦する起業家の裾野を拡大していくために、高校生たちに対してですね、濃密なですね起業体験というものを提供しています。こうした体験を通してですね、少しでもイノベーションに挑戦するですね、起業家が増えていくことを期待しています。